本当の話は、サモサタのルキアノスが、西暦167年頃に書いた、中編小説。ギリシア語で書かれた。既存の旅行記のパロディであると同時に月旅行を扱った空想小説であり、本作及び、イカロメニッポスの2編はしばしば、史上最初の SF とされる。1634年に英訳がなされた。英題は、トゥルーヒストリー。 ラテン語化された大名ベライストリアでも知られる。日本語訳としては、西洋古典学者のコモイチによる、本当の話が、戦中から存在し、同タイトルで番を重ねているが、日本語資料中では、真実の話や、真実の歴史の故障も見られる。ホラフキ男爵の冒険における、月旅行のエピソードや虚言に飲み込まれるエピソードは、本作のプロットを借用したものである。 私と50人のギリシアの青年たちが、ヘラクレスの柱を越えて、未知の海域の探検に乗り出す。彼らが80日間の航海の結果、最初に発見した島は、ヘラクレースとディオニューソストーライの地で、ドウ種の川があり、酒かすの魚が泳いでいた。彼らは二人の仲間をこの地で失い、先へ進む。つむじ風で船が飛ばされ、7日7番の空中旅行の末、 彼らは月に着陸する。その時、ガツ世界は、明けの明星の領土をめぐって、太陽と戦争を始めるところであった。青年たちは、月世界側に組みして戦う。味方の常用動物は、頭が三つの大足や巨大なのみ、敵は巨大なアリ。武器には、通常の剣に加えて、アスパラガスの槍や投敵用からし大根が使われた。戦いは、 月世界側が一時的に勝利を得るが、銀河から遅れてやってきた、ケンタウロス軍が戦況を一変させ、結局は太陽側に有利な講和条約が結ばれる。月を後にした青年たちは、明けの明星やヒアデス星団とプレアデス星団の間にある、東明の国に立ち寄った後、会場に戻る。三日目の朝、巨大なクジラが現れて船を飲み込む。クジラの体内には、 陸地があり、森が茂り、陸上生物も住んでいた。彼らは何十年もそこに暮らしていた、キプロス島人の親子を助けて、カニテ族、ヒラメアシ族、カンギョ族といった、ハンギョ人種族たちを征伐する。クジラから脱出した彼らは、氷の海、牛乳の海を抜けて、新鮮の島に着き、コメーロス、ナナケンジ人ン、ディオゲネス、ピョタゴラス等々の有名人と出会う。 青年たちは、航海を続け、ヘチマの海賊、イルカに乗った海賊の撃退、巨大なカワセミの巣の発見、ゴズ族の島への寄港を行う。ロバのすねの島では女王怪の餌食になりかけるが、私の起点で難を逃れる。物語の終盤で、青年たちは未知の大陸に到着するが、船は岸に叩きつけられて壊れてしまう。大陸での冒険は、次行で語ることにする。 との胸が述べられたところで、物語は終わる。AB、s f 百数0八十七87ページ、SF 広告館。ありがとうございます。